今回はボリーナワイドとボリーナワイドプラスを比較してライトターン機能について確認していきます。こちらボリーナワイドです。実際に水を流して確認していきます。水を流すことによってシャワーヘッドに高い圧力がかかります。この状態でシャワーヘッドの向きを変えようとするとこのようにシャワーヘッドが固定できず水圧によって向きが変わってしまいます。したがって置く位置によってシャワーヘッドの向きが変わります。止めたい位置で固定することができません。ボリーナワイドプラスに取り替えていきます。ちなみにライトターン機能はこちらです。これがあることによってシャワーヘッドが自由自在に動きます。では水を流して確認していきます。ボリーナワイド同様水圧はかかります。そのためシャワーヘッドが動きます。では先ほどと同じようにシャワーヘッドを動かします。このようにシャワーヘッドの位置を固定することができます。また簡単にシャワーヘッドの向きを変えることができます。以上がボリーナワイドとボリーナワイドプラスの比較でした。